さあ、それでは英語回戦面始めたいと思います、先攻がプレス、後攻が超過、大粒ファイ。レペゼンスみたいから新たな資格、ここでお前も速攻で威圧、圧力かける、これがプレスのやり方なんだ、超過、お前はチョークみたいに細い体、ポキッと折ってやろうか、どぐらい俺の太い体に響かしてくれ、お前の言葉はざっとの朝返してくるか。よ、いいやついいやつ、俺の方がかっこいいだし魅惑、そんな感じだぜ、まあまあ仲良くしようぜ、ジューシー仲間上げてくぜ、いい顔してるじゃねえかよ、ボーイ、よう楽しみに来ただけ、2000円はマジドブに捨てたくねえ、yeah! 俺だってドブに捨てたくねえ、自分がその方がかっこいいとか言っていい顔とか褒めちゃってどういうこと、いえ、パス通信はかっこいいから、そこでお前にするだけのような感じ沈む、だからお前はこの場でそう選手同士で、まあ仲良くしようぜ、yeah. 最後は認めてくれてマジでサンキューな、よう、でもここワークみたいにして俺が賞金を取りたい、ただそれだけ、俺は今日羽を生やすために来てるってこと分かってね、俺の方が熱さやべえ、だからこそみんなついてきてくれ、さあ判定をしていきたいと思います。先攻プレスが良かったと思う人、後攻チョーカーが良かったと思う人、後攻チョーカーの勝利です。